こんにちは、石崎です。本日は2015年ドラフトについてお話ししたいなと思います。2023年シーズンも終了、ドラフトで数多くの選手が指名されました。今年は大卒投手が豊作とも言われ、投手が重点的に指名されました。ただもちろん1位2位だったとしても戦力になることが難しかったり、早い段階でリリースとなることもあったり、なかなかドラフト全体で戦力にならない、そんなチームが出てくることもあります。ただ2015年ドラフト、8年前のドラフトにはなりますが、ドラフト1位2位選手がすでにチームからいない、そんなケースが目立っています。今回は2015年ドラフトの1位2位指名選手12球団分お話ししたいなと思います。今回は指名順でお話をしていきたいと思います。まずは楽天から、平沢選手の外れ1位として指名をされたオコエ選手は1年目から1軍帯同、2年目は少ない試合数でしたが3割17二塁打、起爆剤的にもなってきました。その後は怪我等でなかなか安定的に出場することができず、スポット起用だったりサブ的な出場試合はありましたが、安定的に出場できず1軍でも起用が激減。その中で2022年の現役ドラフトで移籍となり、当初1番で起用され貢献はありましたが、長期的に結果とはなっていません。もちろん引かれたシーズンではありましたが、来季がある程度勝負になってくるかなと思います。全体指名で13番目、1位クラスの期待を受けた吉本選手は1年目から起用も、1軍では21試合で1割6分1厘、その後は2軍で多く出場も、怪我で早い段階から育成、その後長く育成で2軍で出てきましたが支配下をつかむことができず22年に戦力外。そして DeNA、 今永選手は言うまでもない柱、1年目からローテ入りし2年目に11勝、2桁勝利3回の実績があり、国際大会にも数多く出場してきました。21年には手術もあり、22年で遅れもありましたが11勝、23年は後半に失速、低調や無援護もあり7勝にとどまってしまったり、毎年離脱があったり、連続2桁ということはありませんが、日本トップクラスの左腕であることは間違いなく、今季 MLB 挑戦が決定という柱です。ただ吉本選手同様、14番目の指名と非常に高い期待を受けた桑原選手は即戦力期待ながら、なかなか結果を残すことができませんでした。1年目早い段階で好投、先発として結果を残した登板もありましたが、なかなか成績として安定せず定着とまではいかず、19年にはトレードで楽天移籍、ただ楽天でも血行障害に悩み、最終的には1試合のみで終わってしまい、20年に戦力外、引退となりました。そしてオリックス、吉田正尚選手は言わずもがな、日本最強のバッターの一人、1年目から開幕スタメン2割9分10本、2年目も3割1分1厘中2本、打撃で圧倒的な貢献度ながら、当初は離脱がありましたが、その後は3シーズン連続で全試合に出場、2年連続首位打者、1年目以外全て3割超え、国際大会にも出場してきて、全てのシーズンで2桁本塁打、とにかく三振をしない、それでも高打率長打も放ち、連覇に貢献してきて MLB へ移籍となっています。そして近藤選手は1年目に怪我がありましたが、2年目から3年連続50登板以上、ストレートで押すピッチングで勝ちパターン絶対的ではありませんでしたが、接戦で多く投げてきました。ただその後はトミージョン手術もあり育成を経験、そんな中で22年は32試合で防御率 2.10 と接戦でも投げてきました。ただ今季は苦しい内容が目立ち、アピールできず、当然貢献は大きいですが、若手投手の躍動もあり、アピールしていかないといけない立場にはなってきました。そして中日、小笠原選手は高橋純平選手の外れ1位ではありますが強豪指名、高卒1年目から1軍で2勝6敗ではありましたが72イニングと投げることができました。ただその後は開幕投手抜擢もありながら苦しみ、被弾もあったり、19年には手術や肩痛もあったり、スピードも低下していた部分がありました。2020年は4試合、かなり厳しい内容も目立ちましたが、21年からは3年連続規定、22年には2桁エース格の期待をされ、今季は再び開幕投手、後半に苦しんできて防御率は悪化してしまいましたが、しっかり柱になることはできています。ただ佐藤選手は1年目2年目ともに定着とまではいきませんでしたが、2018年には42試合で 43.1 回防御率 2.08、 51三振と三振を奪い、投手課題のチームの中でクローザー的に起用で貢献し、日本代表としても投げてきました。ただその後は制球不安、2軍では好投も1軍では苦しんできて、22年には戦力外となってしまいました。そして西武、川田選手は1年目から7勝マークも、2打はあったり制球的に不安な部分がありました。2年目
目は片つ腕で遅れましたが、2年連続で100イニング弱投げてきて、イニングを安定して食ってくれていました。そして2018年には最多勝、26試合で172回、防御率 3.81、5完投16勝5敗、チームの優勝に大きく貢献してみせました。もちろん菊池雄星選手の MLB 挑戦等もあり、エースとして一本立ちというところが期待をされていましたが、翌年には自律神経失調症等もあり、不振取り脱、その後は一軍に戻ることができず、育成契約を経て戦力外となりました。ある程度失点してもイニングを投げ続けるイニングイーターとして非常に期待をされていましたが、まさかの形になってしまいました。そして川越選手、投手として指名されましたが、1軍2軍ともに制球不安が見えてしまい、長らく1軍で起用が難しかったです。その中で野手転向、20年にはオープン戦でアピール、21年には2割2分5厘も5本塁打、22年には1軍で150打席以上の選手で OPS7 割2分7厘とチームで3番目に高い OPS を記録したり、期待もありましたが年齢的には上の方でした。トレード移籍となりましたが、現在2軍でも長期的に出場とはなっていません。そして広島、広島は1位で岡田彰布選手を単独指名、1年目から多く先発してきて、2年目には12勝で優勝に貢献してみせました。ただ制球的な不安は目立っており、球の強さこそありますが安定感では苦しみました。18年も8勝7敗、防御率 5.09 と多く先発してきましたが、苦しい登板も目立ってしまい、3連覇に先発として貢献はしてきましたが、ポストシーズンでは先発から外れ、その後は制球不安が強まり、トミージョン手術でも術後良好、完全復活とはいかず、育成打診想定の自由契約となっています。横山選手も1年目から即戦力的な期待をされ、早い段階で初勝利も挙げましたが、6試合にとどまってしまいました。ただ後半には肩の怪我、2年目以降も2軍で苦しんでしまい、19年に早期の戦力外引退となってしまいました。そしてロッテ、平沢選手は競合で獲得され、1年目から1軍でも起用されましたが苦しみ、3年目には1軍のライトで2割1分3厘5本と長期的に出場し、出塁率等でアピールした部分もありました。ただシーズン2割超えというのは2018年だけ、20年21年は怪我もあったり1軍出場ができませんでした。今年はマルチホームランなど3本放ったり、2軍では打撃でアピールできていることは間違いないですが、まだ1軍で定着とはなっていませんし、アピールもしないといけない立場ではあります。そして関谷選手も1年目から早い段階で初勝利、5勝記録も中盤以降は苦しく、防御率は 5.52、 ただ17年は調子の波、そして18年も2軍で苦しみ、19年も1軍登板なく2軍でアピールしきれず戦力外引退となってしまいました。そして阪神はこの年明治大学の2人の指名、高山選手は強豪で獲得され、1年目から数々の記録、新人王をつかみ取ってみせ、阪神外野の一つのポジションを埋めたように見えましたが、2年目からはやや不安定、それでも2019年には一度復活を果たしましたが、その後は不振、2軍でも成績的に振るわなかったり、1軍でもアピールとはならず、今季出場なく戦力外となってしまいました。一方坂本選手は早い段階からサブ的に出場、骨折があったり試合数自体は多くなかったんですが、守備の評価、さらに17年は42試合で2割4分8厘2本塁打、 OPS6 割8分6厘、梅野選手がつかみかけていた中で一軍態度もありました。ただその後梅野選手が正捕手的になっていたことで起用は減っていきましたが、近年は併用的、キャプテンとなっていたところもあり、チームとして外せない選手になっていました。梅野選手と併用で今年は当初打撃でアピール、さらに梅野選手の怪我もあり終盤は正捕手起用、打撃では苦しい部分もありましたが、21打点と勝負強い打撃もあったり、守備では欠かせない存在となることができています。そして日本ハム、日本ハムは高橋選手、小笠原選手を外した中で驚きの上原選手を指名、ただ1年目は1試合、2年目も苦しみ、3年目に4勝はマークしましたが先発定着とはいかず、19年から21年1軍で苦しみ、立場も厳しくなっていました。ただ22年は1軍で25試合で 73.1 回3勝5敗防御率 3.19、先発として好投を見せ存在感を示すと、今季は先発4番手的に多く1軍登板、4勝7敗ではありましたが、キャリア初の100イニング2軍を卒業し1軍のローテーションで登板、もっと援護があればある程度勝利はついてきたと思います。来季はある程度柱的にも期待をされています。そして加藤選手は1年目から先発、救援ともに登板をし7勝をマークし優勝に貢献、2年目以降も先発として多く投げてきましたが、抜群の立ち上がりから一気に崩れてしまうところがあったり、ローテーションで必要存在ではありましたが、ショートスターター的な起用だったりリリーフ起用だったり流動的な部分がありました。ただ21年から3年連続規定投球回、22年は防御率 2.01、 四死球も12で抜群の制球力を見せ、今季開幕投手、やや中盤以降に苦しんだ部分はありましたが、ローテ左腕として柱になってきました。その中で今季 FA の目玉で争奪戦が想定されています。そして巨人は1位で単独で桜井選手を指名、1年目は1試合登板にとどまり、2年目はリリーフとして19試合に登板も、防御率は 5.67 で立場をつかみきることができませんでした。18年は1軍で登板できず立場は苦しかったです。
ですが、19年には29試合で 108.1 回、8勝、防御率 4.32、 終盤には苦しみましたが交流戦では好投、チームの苦しい先発の中でローテーションとして優勝に貢献することができました。ただ20年21年と先発からビハインドリリーフとしても登板してきましたが、苦しい内容が目立ち、22年には8試合で防御率 14.04、 苦しい投手事情で躍動とはならず戦力外となってしまいました。そして重信選手、彼も驚きの2指名で1年目から1軍で起用、ダイソー等でも起用されてきましたが、やや苦しい内容も目立っていました。ただ18年には2割8分1厘2本塁打7二塁打、19年も2割6分6厘2本塁打、勝負強い一打、足やサブスタメンとしても貢献がありましたが、丸選手の加入もあり、センターとして、さらに助っ人や松原選手らの存在で、スタメンで長期的起用ではなく、立場として安泰ではありませんでした。今季は打撃でもなかなかアピールできず、ダイソー、守備起用、センター課題の中で彼も期待されていますが、現状苦しんでいて長期的一軍出場、スタメンというのは難しい状況でもあります。そしてソフトバンク。強豪で獲得された高橋純平選手は高卒トップクラスの期待を受けていましたが、怪我、制球不安があり、1軍での登板が早い段階でできず、2軍でも苦しんでいました。その中で2019年、1軍では45試合で51回、20ホールドポイント、防御率 2.65、58三振と高い奪三振能力を見せ、離脱者が多かった中でカバーして見せました。ただ20年は怪我、21年も10試合で 0.00 でしたが怪我、その後は制球不安等もあり、近年は2軍でもスピード低下や制球難が目立ち、2年間1軍登板はなく今季戦力外となってしまいました。そして小澤選手はソフトバンク時代は2試合のみ、支配下指名ではありましたが育成指名となり、フォーム変更など様々な模索を続けていきましたが、支配下契約をつかみきれずトライアウトを経てヤクルト育成で獲得。ただヤクルトでしっかり投げ支配下をつかむと、22年は10試合で46回、2勝1敗、防御率 4.11 とロングリリーフ、谷間先発として好投を見せ優勝に貢献することもできました。そして今季は先発不足もあり、先発としても起用、最終的には100イニング、デッドボールや対左的に課題もありましたが、ヤクルトで十分必要存在になることはできています。そしてヤクルト、2015年1位は原選手、即戦力的な期待をされ獲得されましたが、1年目は2勝8敗、2017年には3勝11敗と多く借金を作ってしまいました。18年には好投があり、ローテ定着を期待されたり、19年も連敗を止める好投もありましたが、怪我等もあり定着することができませんでした。もっと援護があればという展開もありましたが、彼自身もなかなか貯金を作るピッチングができておらず、21年には復帰後9試合で 2.30 と再び定着を期待されましたが、22年は8勝7敗ながら防御率 4.85 と、優勝に貢献こそしたものの、かなり先発としては苦しく、ヤクルトでなければ先発としてのチャンスはなかなかもらい続けることはできなかったでしょう。そして今シーズンは2軍でも苦しい内容で、先発課題のヤクルトの中で1軍出場がゼロというのはかなり苦しいところです。さらに廣岡選手も2桁本塁打こそありましたが、なかなか打撃で結果とはならず、41打席連続無安打と苦しんできました。その中で巨人でもサブ的な貢献はありましたが、守備課題と荒さで定着することができず、オリックスにトレード移籍。オリックスで当初サブ貢献、日本シリーズではセンターとしても起用されたり、ユーティリティとしても貢献している部分はありますが、立場をつかみきるというところまではできていないかなと思います。期待としてはこんなところ。当然吉田選手のように圧倒的な存在で、すでに MLB に挑戦している選手がいたり、今永選手のような MLB 挑戦想定、さらに加藤選手のように FA 争奪戦の可能性が高い選手たちがいます。ただすでにトレード、現役ドラフトで移籍も多数いて、1位2位の24人のうち10人がすでに戦力外、さらに現在も同じチーム、24年もそのチームでプレーすることが濃厚な選手が7人と一気に激減しています。もちろん戦力外だけではありませんが、この年のドラフト1位2位で苦しんでいるチームが多いと言えるかもしれません。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。